マイ FC ロッカールーム。皆さんこんばんは。マイ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。藤枝マイ FC の選手のみでお送りする30分。なかなか伝えられない選手の素の一面も引き出しつつ、普段ロッカールームで話をしている時のような自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは僕、岩渕亮太が担当させていただきます。よろしくお願いします。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp myfc@g-sky765.jp です。皆様からのメッセージをお待ちしております。さて、ここからはゲストをお迎えして早速お送りしていきたいと思います。それでは早速自己紹介お願いします。こんばんは、背番号24番ディフェンダーの中川壮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして、こんばんは、背番号47番ミッドフィルダー田中宏夢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宏夢ってさ、はい、見た目と結構声ギャップあって渋くない？ああ、僕ギャップ、はい、言われます。よく言われる。よく言われます。いきなりごめんね。あ、全然全然。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごいね、人多いね。そうっすね、人多いっすね。たくさん見に来ていただいて。これ意識しちゃうと本当に緊張するから。ああ、大丈夫です。本当ちょっと前に話してましたもんね。そう、今日も観覧の方多く来てもらっていて、もう本当緊張、あんまプレッシャーかけないでください。みんなお願いします。タオル逆に掲げてる。手汗が全然止まんないです。手汗止まんないでしょ。はい、もう最初とかも湧きやすいよ。今日はじゃあもうリラックスして。いやいやいや、はい、もちろんもちろん。お願いします。聞いたことある？あります、あります。あの YouTube とかで。YouTube で、はい、見させてもらいました。もう本当フリーな感じだから、はい、よろしくお願いします。お願いします。2人とも移籍組っていうことで、はい、どうすか、前足。まあもう終わるけどね。いやー、でもどうだった？まあ僕は夏から、まあそうもそうですけど来ましたけど。ヒロムはだって移籍は初めてだもんね。あ、初めて移籍して、うん、別のチーム来て、うん、もう素直にもう雰囲気がすごいいいチームかなっていう。ああ、それどういう、いや、なんていうんですかね、練習で、まあ、別のチームがどうとかっていうわけじゃないですけど、うん、なんかもうあんまりこう、なんていうんですかね、ネガティブな声がないっていうか、あ、みんな前向きな声かけが多いんで、競争力あるっていうか、なんか、そうですね、なんかこうみんなで高めていこうみたいなのはめちゃめちゃもう初日で感じました。みんなめちゃくちゃ頑張るし、ね、頑張るし、練習の強度も多分それなりに高いと思うし、なんですごいいいチーム来たなと思ってます。思ってます。はい。そうはどう？僕は移籍結構してきてるんで。そうだよね。何チーム目？4チーム目？5チーム目です。すごいよ。5チーム目。チーム目です。すげえな。はい。24で。はい。結構多い方だと思うんですけど。いや、めちゃくちゃ多いね。そう、でもあんまりその移籍に抵抗がなくて。あ、はい、はい、本当。でも藤枝に来てからもすぐ自分の中ではチームに溶け込めたと思ってるんで。いやー、おいおいおい、まあ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 、あれ、いや、でもまあ同い年だってめちゃくちゃ多いもんね。めちゃめちゃ多いです。そうですね。でも最初僕敬吾しか知らなくて、榎本。敬吾はだって敬吾はそう、小学校から知り合いで、うん、でも当日会うまで全く連絡もせず、移籍が決まっても、うん、いや、なんかお互い連絡もせずみたいな感じで、ジムでばったり会って、おおみたいになって、びっくりするぞ、そうなの。そうっすよね。だから、ヒロムは金浦、僕は金浦知ってて、ね、で、金浦が雄大君、徳永雄大君と仲いいっていうのも知ってて、うんうん、でも会ったことないんですけど。あの、兄貴って呼んでました。最初から、はい、最初から、最初から。じゃあその辺はそうですね、仲良くしてもらってましたね。え、あのさ、夏の移籍ってさ、
俺したことないんだけど、はいはい、何もうパッて決まるの、話パッて来てパッて決めなきゃいけないっていうテンポ。なんかだから夏だと、まあ僕の場合 J1 いたんであれですけど、うん、J1 がちょっと空いてる期間に移籍期間みたいになったんですけど、 J2 はずっと動いてたんですよ試合が、うんうんうん、だから行くなら早めに動いた方が1試合2試合でも多く経験積めるかもしれないみたいなのがあったんで、もう結構早めに決めた、すぐ即答話し合って、まあいろいろあった中から選んだりとかそういうのもあったの、うん、ありましたけど結構早めに決めた感じです。ありがとうございます、ようこそ。ありがとうございます。そうは僕もお話いただいてもらった次の日の夜に決めました。あ、もうすぐなんだね。そうです、まあ、そうじゃなきゃ、そうだよね、試合1試合無駄にするのももったいないよ ね、それはあるな。そうです、ね、僕もなんか移籍市場 の締め切り日が近かったんで、うん、あんまり考えてる余裕もなく、あ、本当に早めに決断すればその今週末の試合にも間に合うかもみたいな話をもらって、じゃあもう行こうっていうのを決めて。すごいね、はい、サッカー選手すぐね、席替えみたいな感じなの。席替え、まあそう、そんなそんなか、まあ、感覚は本当そんな感じじゃないですか。でも5チーム目とかってなったらもう すごいっしょな、どなんか語彙力なんていうの、だってもうど目まぐるしすぎない？うん、そうだね、短、うん、1年1回ぐらいも、そう大体そんぐらいか。うん、じゃ友達はめっちゃ増えるか。でも友達めっちゃ増えるのいいね、うん、めっちゃいいっす。そうだからいろんなチームにいろんな選手の知り合いができるから、うんうん、すごいそれは楽しい。毎試合こう一緒にやってた選手できたりするか、できたりするので。同世代でさ、同世代っていうか同い年6人ぐらいいるじゃん、はい、同期会とかするの誰が仕切るの、もしやるとしたら。仲居？いやー、仲居に一応仕切ってほしいんですけど仲居だからまあ仲居に招集かけようかなっていうのはまあ一応ちらほら、あ、 やりたいねっていうのは、はい、ちらほら話は出てるんですけど。多いもんな、ほんとその辺の、ね、世代が前足だから、そういうのもあって若くてこう活気あるチームだったり、うそういうのはあるかもね。よりここら辺はさ、加入してからもすぐ溶け込みやすかったのはあるよね。まあ、うん、そうそう、同い年多くて、同い年多いし、まあ、あ、そっか、知り合いは同い年か、結構同い年かね、そうっすね、2人ともだからそういう意味ではすぐ溶け込んで、そうっすね。で、まあ、僕はロッカー隣で、あ、そうです、岩渕選手と。なんかね、もう噂ではずっと聞いてたのよ田中ひろむ部屋汚いみたいなハッシュタグ田中ひろむ部屋汚いみたいな。もう出してきますね、そういうの。そういうのもね、いや、っていうか、いつもあんの、このラジオやるときに、こうなんか、話の種としてこんなの、例えばこんなのありますみたいなので、はいはいはい、ロッカールーム汚い人とは、人はとか、あるんだけども、はいはい、いつもヒロムの顔を思い浮かべて僕、あれ汚いっすか？めちゃくちゃ汚いわ。汚いっていうか、なんかもう、いろんなものをミックスでゴツッ、ゴッサーって置いてるよね。ちなみになんですけど、ブチ君早く帰るじゃないですか、うん、ブチ君帰った後、うん、ヒロム絶対ブチ君のとこ座る物で座れないからね。なんか、まあ、あの、あとサンダルも大体だって俺の前にある、はい、あるもん。なんすかね、あと服がテロンって俺のとこ結構意識はしてないんですけどね。だ、まあ、聞いたよね、こういう、でもどこに何があるか、あ、何があるか分かってるんですよ。 だから OK みたいな感じ出してんだけど、汚ねえよあれは。あれダメか朝着た服はさ、ついてそのまま畳まずにドン。ええ、ハンガーハンガー、うん、それはね、もちろん上下しっかり。え、ドン、ドンじゃないか、ドン、ちょ、やめてください急にドンにするのやめてください、みんないるんだから。なんかかけてズボンとか畳んでるよ、ちゃんと、うん、え、けどだから、そ、何が荒れてんだろうな。なんかあれだよね、 YouTube かなんかに出てたんだよね、うん、出てましたね、その札幌にいた時の。ああ、そうです、そうです。部屋が、俺だからそれ、俺も見たもん。見たっすか、うん、結構あれだったから。そう、札幌の時は、いやでもあれは本当にもう超抜き打ちだったんで、うん、今ぜひね、手元にある人たちはスマホで検索してっていうか、じゃあ見てもらえる、まあ、明日俺、あの、朝行ったら写真撮ってツイッターに載せる絶対にブチ君やるじゃん、早く行きますそれは。朝はなんかギャップだよな、お前もなんかイケメンで言う、そう、いい、全然その辺なんかちょっと逆にあれだね、モテそうだね、うん、身の回りがだらしない、そんなんでも、いや全然そんなことないですけど、ね、片付けてあげたいっ
みたいな。いやいやいや全然、ね、そういうことではない。ただのだらしないやつですよ。だらしないやつ。そんなモテるとかそういうんじゃなくて、それはねもうずっとずっと前ロッカールーム、毎週ロッカールームの話のためにそれをしろみたいな、もはやそれぐらいの勢いで書いてありました。やっぱそうバレてんのか。あ、そういえば俺ね一個聞きたいことあった。お便り来てて、はい、ねラジオネームひなさん、こんばんは。僕は前吉氏が大好きな小学生です。中川選手に質問です、はい、いつも試合前には何をしていますか、ルーティーンなどありますか。これね毎回聞いてたみんなに。あールーティーン、うん、ヒロムも考えてたね。僕あんまり作らないようにしてんすよ。おでもやることはなんとなく決まってはいるんですけど、これ結構やいろいろ準備っていうか体の準備とかね、うん、そうですね、体の準備は結構やってるんですけど、なんかあれやんなかったから今日ダメかもみたいには思わないように、なんとなくで決めて、うん、あんまり懲りずに。じゃあ気分とかで変えたりとかも全然してると。ただでもフルーツは食べるようにしてます。ああそういうのいいね、うん、フルーツは絶対食べます。体系とかじゃなくてそういう口入れるもと口入れる系とかでもいいんだけど、うん、フルーツをあの試合食とかで食べる。そうですそうです、うん、絶対取るようにします。ヒロムはねもう絶対あれだもんね。えヒロム何？僕はあのもう何にもないんですけど、うん、レッドブルだけ飲むようにしてて。あレッドブル飲む選手はちなみにめっちゃ多いです。そうですね、うんうん、なんでもうそれ以外はマジで何にも考えてないです。えそんなに？はい。でも最近僕結構スタジアム着いてすぐストレッチするんですけど、うん、フラフラーって15分ぐらい経ってから一人で携帯なんかふーんみたいな感じで入ってきて何すんのかなと思ったら壁に逆立ちしてます逆立ちだけして帰ってるんです。ヒロムあれもしない？なんかピッチ確認しにさ出てったり。いやなんか暇なんで。あ暇つぶし？そうなんか暇つぶしってわけじゃないですけど、なんか一応確認見とくかみたいな。プロらしくないですか？なんかちょっと分かるよ分かるよ雰囲気出して。ゲン担ぎみたいのもないの2人とも？ゲン担ぎいやマジでないっすね。なんあ靴ひも結ぶとき、うん、あんまり喋りたくないです僕。あ何それ？あ人と、うん、最後こうスパイクひも結んで、あちゃんと込めるってことね。そう込めて最後右から履いて左履いて右から結んで、それめっちゃいい。左で最後こう締め終えるみたいな。でその最中に例えばどんな先輩かからもあそうなんとかなんとかみたいな言われても、うん、めっちゃ今度喋りかけやめてください。えマジそんねえねそうそうねえちょっとってだその時は無視するってことそうだからもう本当にそれか一回こう手止めてちゃんとこう顔向けてから話してでそっからもう一回やったり。なるほどね。広まねえな僕ないっす本当にそういう。いやでも作った方がいいみたいなのも集中力がそれをすることによって高まるみたいな。スイッチがグッて入れ替わるかとかね。そうそうそうっていうのは言うのは聞くっすけど。じゃあなんか視聴者の皆さんになんかいいのあったらアイデア出してもらおう。ぜひ、うんそうだね、教えてほしい。インスタにインスタにインスタはいやってなんだっけください。DM DM DM 送ってもらえ。メッセージしてください。ゲン担ぎ。ゲン担ぎ。ゲン担ぎのあれをおすすめのゲン担ぎ。はい。お願いします。ハッシュタグ。ヒロムのゲン担ぎで。ああ。ヒロムのゲン担ぎで。はい。というところで。1曲いきましょう。そう、はい、この曲ははい好きなの。これはそうですね、なんかちょっとあのジュビロに所属してた時に、うん、ちょっとありました。いろ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 あっていろいろありましてなんかこれが僕の曲みたいなのちょっとまあ少し定着ではないんですけど、はい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 、まあ、僕のものになりつつある。なるほど、はい、じゃあ紹介してください。お願いします。ではそれではお聴きください。ポルノグラフィティさんでアゲハチョウです。時刻は19時46分になりました。この時間は中川壮選手、田中博文選手をスタジオにお招きし、僕岩渕亮太の進行でお届けしております。選手のみでお送りする30分番組前牛ロッカールーム。ここからは前牛インフォメーションの時間です。9
クラブからのお知らせを本日は2つお届けしていきます。まず1つ目ヒロム。はい、まず1つ目は2023ファン感謝デー開催、イエイ。ということでこの度4年ぶりとなるファン感謝デーを開催することになりました。富士物産株式会社様の ご協賛で11月18日土曜日午後2時から4時までです。会場は藤枝市民体育館、藤枝駅北口から徒歩7分となります。会場の駐車場はご利用いただけませんのでご注意ください。公共交通機関か近隣のコインパーキングをご利用いただくようお願いいたします。そして気になる内容ですが、ファッションコーデ対決、ダンスステージ、充実な引き、お客様参加型のマイ FC クイズ、そして借り物競争となっております。さらにチケット1枚につき特典 T シャツを1枚プレゼントということで、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。参加チケットは J リーグチケットからお求めいただけます。ファンクラブ会員様に限らず一般のお客様もご参加いただくことが可能です。詳しくは藤枝マイ FC ホームページをご覧ください。ということでファン感、はい、マイ FC はね多分何年ぶり4年ぶりって書いてたか、はい、4年ぶりとかなんだけど開催されるんで、皆さんぜひ足を運んでください。やってた？やりました。ジュビロと、はい、楽しいよね。ファン感は楽しいですね。こうがっつり触れ合える場としてはね、そうですね、一番こう唯一盛り上がれるし、うん、札幌もなんかちょっと見たけど結構ね距離が近い、結構そうですね、ね、距離近くやってましたね。なんかダンスステージ、ファッションコーデ対決とかいろいろあるんで、うん、ちょっと楽しみに。今日も中川くんすっごいおしゃれですけど、いややめてください。いいっすね。楽しみに皆さんしていただけたらなと思います。はい、じゃあ続いて2つ目そう、はい、続いて2つ目です。今週末いよいよ2023シーズン最終節、いわき FC 戦です。あっという間に今シーズン最後の試合が近づいてきました。11月12日日曜日午後1時キックオフのいわき FC 戦、皆さんもちろんチケットはお持ちですよね。あ、拍手ある、拍手ありますね。もちろんスタジアムで応援してくれますよね。あーすごい。今節は住友ベークライトスペシャルマッチということで、マッチデーパートナー住友ベークライト株式会社様の野菜エコバッグを先着1000名様にプレゼントいたします。さらに静岡牛乳協同組合様より先着1000名様に静岡牛乳のプレゼントもあります。正面広場ではサプライヤーゴルジャパンの臨時ショップがオープン。ここだけの掘り出し物が見つかるかもしれません。同じく正面広場にはいわき FC ブースも登場します。そして今シーズンから島田商業高校との連携で始めた課題探究授業の一環として、ホームタウン4市2町の特産品を使ったお弁当の販売も行います。200個限定、1つ900円です。ホームタウンの魅力がたっぷり詰まったお弁当です。この機会にぜひお求めください。試合終了後にはシーズン最終戦セレモニーも行います。試合後も最後まで観客席でお待ちください。初の J2 を戦うシーズンもいよいよラストの試合ということで、記念すべき一戦をぜひスタジアムでご観戦ください。皆様のご来場をお待ちしております。ということでシーズン最終節、まだ皆さん、はい、ぜひ足を運んでもらってね、ぜひお願いします。たくさん応援してもらってスタジアムの雰囲気をこう高めていただけたらと思います。はい、やっぱりね、てか藤枝のスタジアムいいっしょ。いいですね、いいっすね。まあ今さ、めちゃめちゃいいっすね。工事もしてて人数的にはそんなにあれだけど、はい、ギュッてしてってさ、うん、3000人4000人入ったらもうすごいいい雰囲気に なるよね。専用だよね。専用ってやっぱいいっすよね。それはめっちゃいいっすね。全然違う、札幌ドームなんで、うん、まあすんごい体積が広いから、そうっすね、空間が余ってそうだよね、うん、やっぱいいスタジアムっすね。何万人入るっていうのそれもいいと思います、ね。うん、まあそうっすね。まあでも藤枝のあそこは毎回言いますけど本当に素晴らしいスタジアムだと思います、
また最終ですね、頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。以上、前よしインフォメーションでした。結構ねお便りでね、はい、私服のファッションポイントを教えてくださいとか、それはもう彼に聞いてください。そう、その辺はだからね、ファン間でそのバトルがあるから。あ、なるほど。じゃあこれ中川、そう、出場決定っていうことで。全然ダメですよ、みんなにいじられてばっかなんで。いつも今日もめっちゃいじられたんで今日は僕はこれあの下北沢コーデだと思ってるんですけど。ああ、そういうね、テーマあるのね毎回。ヒロムは結構テーマ朝言ってくれるんですけど。ヒロムが言うんだ。朝何のテーマなんかな今日みたいなのを言ってるんですけどね。ヒロムはそのフリス好きだよね。ぼフリス好きだよね。あ、そうかもしれないです。よく見る。でもフリなんですけど自分でちょっと回収してくれないんで絶対終わりなんですよいつも。まあまあでもね、今日もしっかり決まってて。そうそう、うわ、これ、ね、でもあれか、でもこれ後で見れるのか、この服とか。そう、これは映像はね、そう、ラジオネームゆうゆうさんも言ってる。中川選手の試合前に配信される前吉ファンクラブメールのピックアップ選手が中川選手の時、自分の私服がいろんな選手に受け入れられない部分がある。いや、そんなことないけどね。俺はめっちゃ好きだけど、ね、どうですか。拍手あります。ギリじゃない、ちょっと結構キワいけど。でもそれもさ、だから今度あるからさ。そうです。 確かにあれがあるから、そこで楽しみ、ちょっと楽しみだわ。いや、っていうかファン感楽しみだな。そうですね。ダンスバトル、ダンスステージ、あ、ダンスステージだから誰かが、誰か踊るんですかね。踊るのかもしれないです、うん、で、充実な引きクイズ、うん、クイズとか面白そうですけどね、うん、これ2時間とかですか。2時間、2時間やるんで、まあ本当にコロナも収まって、そうね、よかったですね。そういうのもあって、そうですね、やっとだね。そうですね、4年ぶりかっていうかね。もう本当サポーター増えてます。もう本当に藤枝、僕6年目なんで。ああ、そうですね、もう、はい、あれですけど増えてて、この前はそう、ラジオあのね、お便りもいただいたんですけど、うん、この前犬の散歩してたら、うん、公園行ったら、小学生たちサッカーしてたから、はいはいはい、見てたら、あれ岩渕じゃねみたいに なってその公園にいた小学生全員バッて、マジっすか。あれはね、やっぱね、サッカー選手強かった。あでもそんなことなかなかないから。いや、そうっすね。そう、嬉しかったし、ありがたいっすね。そう、みんなこう試合見に来てくれるって約束したりして、うん、そう、ラジオネーム河野父さんがね言ってた、そう、公園でみんな大集合しましたみたいなメッセージもくれたんですけど、本当ね、注目度高まってるし。え、近く公園あるかな。公園に用事もないのにこうやって歩いていかないと。行っても別に集まらないですか。それ集まらないんだ、別に。女性が集まっちゃうかもしれない、ね、そうかもしれない。あれ、田中君みたいな、ね、くんじゃない。もうちょっと答えに行くけど、それはちょっと分かんないけど。そうね、本当ね、増えてます、確実に、最後ね、だから勝って終わるのも、ね、いやー、ま、勝って終わりましょう。方々のためにもね、気持ちよくやりたいですね。やっていきたいね、ヒロム、頑張って。頑張ります。ゴールみたいな、ゴール、そうですね、点取って、うん、終わりたいですね、最後。ぜひちょっと一瞬時間ちょうだい。いいですよ。この番組は精神検査センターの提供でお送りしました。めっちゃ噛んだ。これ言わなきゃいけない。あ、そうなんです。決まりなんだ。そう、へー、あー、スポンサー的なということで、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけど、まあ、自己紹介終わったばっかぐらいね。そんなに。僕でもどうしても一個言いたいのあって。何。ヒロムの僕が多分藤枝に来て、うん、一番笑った出来事なんですけど、うん、ヒロムが本当2週間前ぐらいかな。わかる、ヒロム呼ぶ。何言ってるの。何、車が動かない。車が動かないって言ってたんですよ、うん、で、まあ、まあでもなかなかないじゃないですか、車が動かないなんてこと、うんうんうん。で、じゃあもう本当今日午後その車のディーラーの方来てくれて、いろいろやってくれるって言って、うん、終わんないかな。で、ヒロムどうだったのって言ったら、うん、ガソリンが入ってなかっただけらしくて。嘘でしょ。そうなんですよ。嘘でしょ。いや、なんか朝動かなくて車で、練習行けないから陽性に乗っけてってもらったんですよ、うん、
で、あ、尾関陽生乗っけてもらって、うん、で帰ってきて、あの車屋さん呼んで1時間ぐらいかかりますって言われて、見るのに、うん、でちょっと家の中で待っててくださいって言われてあ、わかりましたっつったら5分ぐらいで呼ばれて、よかったね。で、あのなんかちょっと怒ってたっす、運転中とかじゃなくて。いや、ほんとよかったっす。いや、俺そんなやつ初めて見たわ。僕も初めて聞きましたよ。いや、僕も初めてっすけどね。そんなことは。びっくりしたっすもん。いや、なんで最後締めこの話。すいません、ちょっと今回はこの辺であれなんですけど、うわ、なんかそうの出したかったな。またじゃあ次回、次回っすね。そうっすね、ファン感もあるし、ファン感でみんなの前でさ、何、はい、かあったらちょっと探しておこう、うん、勘弁してください。面白そうな話ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございます。次回の放送は11月22日水曜日19時30分から、パーソナリティは杉田正彦選手が担当します。ということで、感想ください。いやー、楽しかったっすね。あっという間でしたね。すぐ終わっちゃった感じですね。最初やっぱちょっと緊張感はね、はい、若干あったけど、いやもうそんなもうすぐね、はい、すごくこんな楽しいですね。まあもうそれもこれが腕がやっぱ汗だらだらでやってるからね、こっちの脇汗とかすごいからね、毎回やっとちょっと慣れてきましたけど、いやいや、もうすごくスムーズな円滑な進行で、本当に僕の円滑あのね、もう進行はねすんなり進めて、助かりました、ね、助かりましたね。2人もねしっかり話してもらってもっとでもやっぱ30分だね。ちょっと足んないっすね。もっとね、30分じゃ。ファン感に付け加えてもいいかもしれないですね。フリートークの、フリートークコーナーなんですか、そういうフリートークコーナーみたいな。っていうか、もうじゃああと6秒で終わるんで、はい、また試合もファン感もお願いします。はい、それでは、はい、せーの、さようなら。